続いて短編映像作品のコンテストの話題です。3月5日土曜日、つくば市東のつくばサイエンスインフォメーションセンターでつくばショートムービーコンペティションつくっぺの授賞式が行われました。このイベントはつくば市からの文化発信と次世代の才能発掘のために毎年行われ、今年で3回目となりました。10分以内の映像作品であればプロ・アマチュアともに応募できます。今回は全国から実写・アニメ・ドキュメンタリーの53作品が集まり、この日は一次審査で選ばれた10作品が上映されました。つくばというのはロケーションとして映画であるとか、あとはドラマであるとか、さまざまなテレビ番組に取り上げられた。どうしてもエンドロールだけはつくば市というふうに出るんですけども、もっとですね、エンターテインメントの街としての知名度を上げていきたいというふうに思っております。2011年3月11日の私と母のやりとりだ。この時私は津波によって運ばれた土砂で家から出られなくなっていた。そんな二人が選んだ部活は放送局。それから3年間通うことになった部室には水俣からのメッセージがあった。辛い時、苦しい時、何度もこの言葉に励まされた。上映後、特別審査員であるつくば市出身の中村義弘監督を交えたトークセッションが行われました。仙台藩の、本当にあった話で、仙台藩の吉岡という宿場の、人たちがですね、自分たちで、生活がままならないので自分たちでお金をおかみに貸して、その利息で、生活を豊かにしていくという、本当にあった話なんですよね。この日は観客による投票審査が行われ、一番得票を集めた小葉秋吉さんのサイキッカー Z が観客賞に選ばれました。次から次へと役に立たない超能力者が登場するシュールな作品で観客の笑いを誘っていました。ちょっと起きる。マサオ。実家の金持ち。トール。ルーでも半袖半ズボン。ヨヘイ。またグランプリには大学生のチーム2015メディアデザイン B の友達の形が選ばれました。女子大学生の何気ない会話から友情が壊れていく様を描き、物語が進むにつれ恐怖が増す作品となっています。そうなるよね。私だったらそのままちょっと待って出てきたら殺す。じゃあ、私バイトだから、そろそろ帰る。さあ、休みで仕事の日曜と3人で遊んだって。楽しかった？え？あ、うん。ごめんね、誘わなくて。ゆり、バイトで忙しいと思ったからさ。ごめん。次は誘う。ゆり、私、本当に悩みってないから。本当に悩みってないから。
ントはあの女子大生 の, その日常とちょっと絡めて日常から絡めたホラー映画です。ホラー映画いろんなちょっと歪んだ形と か, なんかそういうのをなんか結果表現できたかなって思います。最初は本当にこのグランプリ取れるなんて思ってなくて、ただなんかみんなで本当に楽しく監督が言ってたように作れたので良かったです。はい、グランプリ受賞者はつくば市の姉妹都市フランスグルノーブル市で7月に開催される屋外短編映画祭へ招待され、作品が特別上映されることになっています。